はい、皆さんこんにちは、杉山先生です。皆さん、セアロガイおじさんって知ってますか？沖縄の海をバックにした赤い T シャツ着た赤いふんどし姿で社会問題について一言物申すみたいな動画が SNS 上で人気を博しています。奈良県出身、沖縄在住の芸人さんだそうですね。私も社会問題について物申す動画っていう点ではですね、ジャンル的にはもしかしたら被ってるかもしれないですね。面白くないセアロガイおじさんっていうかね、動きの少ないセアロガイおじさんみたいな話かもしれないですけど、そのセアロガイおじさんがですね、最近マスクの色をしている学校とか企業があるけども、マスクの色なんてどうでもええやろみたいな動画をアップしたんですね。で、私もそれ見ました。そう、このご時世にね、マスクの色は白と校則で決められています。だから白じゃないとダメみたいな学校があると。で、私も元教員なので、もちろんこういう学校があるっていうのはよくわかります。で、前ニュースにもなっていましたよね。なので、今はさすがにその決まりを撤回した学校も多いんじゃないかなと思うんですけど、でも実際あったんですよ。確かにマスクは白じゃなきゃダメって言っていた学校ね。皆さんどう思いますかね。私はね、元教員としてどう思うかっていうとですね、もうめちゃくちゃ腹が立ちますね。これはもうね、絶対ね、セアロガイおじさんよりも私の方が100倍怒りが深いと思いますよ、この件に関しては。もうね、マスクが白じゃないといけないなんてね、本当にくだらない。誰が考えても馬鹿げてるじゃないですか、そんなの。それをね、学校が率先してやっちゃうっていうのがね、もう本当に信じられない。でね、これマスクだけじゃなくてね、学校って結構ね、一時が万事そういうところがあるんですよ。マスクは一例に過ぎないっていうかね、個別の決まりがどうこうっていうことじゃなくて、もうその決まりを運用する教員側の考え方が問題なんですね。決まりのいいとか悪いを検証したり検討したりしない、決まりを守るっていうことを最優先で考えてしまう、そういう教員がやっぱ一定数いるんですよね。時代とか世間の常識とかから外れててももう関係ないという、そういう教員が教育をリードする立場にいるって、それがめちゃめちゃ問題だと思います。でね、マスク問題に関して言うと、マスクって医学的にはマスクの予防効果ないっていう風に言われてるんですよね。ただ人にうつさない効果はあるよと。もし私が感染していた時にこうすることによって他の人に感染を広げないっていう効果はあるっていう風に言われてるんですよ。だから学校みたいに人が密集するところでは基本マスクをつけさせないといけないっていうのは、もうそんなのも素人でもわかることじゃないですか。で、特にね、若者は無自覚の人が多くて、特に子供なんてね、38度ぐらい熱があっても自分で気づかない子供もいるんですよ、中には。本当に。だから学校に来るときは必ずマスクをつけましょうね。もうこれは生徒の安心安全を守るためにも学校がやるべきことですよね。で、もう今学校がやれることってもう数少ないんだから、もうそれくらいはもう最優先でやってほしい。でもね、きっとこんな状況になってるのにもかかわらず、3月とか4月の職員会議でこんな話題が出ていたと思うんですよ。もうね、私は10年以上ね、教員として勤務していたので、もう目に見えてわかります。多分ね、こんな感じだったと思います。あ、すいません、校則でマスクが白って規定されてるんですけど、その点はどうしますかね。で、生活担当の先生が、いや、それについてはですね、生活指導部の方でもね、何度か検討しているんですけども、ああだこうだああだこうだああだこうだっていうね、そういう会議がきっと行われていたと思います。もうね、そんなんね、真面目な顔してね、教員ががん首揃えてそこで話し合ってる時間が無駄。子どもの安心安全をまず守ること、そして学ぶ機会をどうやって保障するか、そこに会議の時間使いましょうよと。マスクの色なんてどうでもいいでしょっていうね、そこですよ本当に。もうそんなマスクどうしますかとか、そんな何でもいいでしょう以上で終わりですよ本当に。じゃあどうするかってなった時にね、もしかしたらこういう対処をした学校も多いと思います。マスクは基本白とします。ただし緊急時や手に入らない場合はその限りではない。もうめちゃくちゃ行政的。もうね、自分たちの主張は間違ってない、でも特例もあるだろうからそれだけは認めてやろうというわけのわからないね、プライドと意地みたいなのがもう見え隠れする、そういう主張。もしね、あなたのお子さんが学校からね、保護者の皆様へみたいな通知をもらってきて、そこにね、そういう風に書かれてたとしたら、もうやばいですよ、それ。もうね、とにかく決まりを守ろうとする、優先させようとする人がいるってことですからね。で、これと同じような問題って実は他にもね、めちゃめちゃあるんですよ。例えば下着は白、靴下は白、靴は白、カバンは黒、髪は黒、男子の長髪ダメ、鉛筆じゃないといけない、清掃中は喋っちゃいけない、シャツの裾は出しちゃいけないみたいな。もうね、
いろいろある、こういう例って。私がその中で最もくだらないというか最も矛盾してるなと思ってるのはもう靴下に関する決まりですね。例えばね、白の靴下、男性の白の靴下って、まあ、最近若者の中でもね流行ってたりするみたいなんですけど、まあ、基本ビジネスマナーでは白の靴下って NG なんですよね。でなのになぜか学校だとそれが推奨されると、それじゃないといけないみたいな。でそもそもそのビジネスマナーとして NG っていうことを知らない先生も多くて、普通にスーツに白い靴下履いてる先生って結構いるんですよね、学校の中だと。あとね、くるぶしソックス禁止っていう学校もめちゃめちゃ多いですよ。で私もそういうくだらない決まり嫌いなんで、職員会議の時に聞くんですよ、なんでくるぶしソックス禁止なんですかって。そうするとね、くるぶしを守るためですって言われたんですよ。いやいや、あんな布切れ1枚で守れる？もう本気で考えてるとしたら、もう靴下の生地にちょっと期待を寄せすぎじゃないですかね、それって。でその癖ですよ、体育の時にはジャージの着用不可とか言って肘とか膝とか丸出しにさせて走り回らさせてるわけですよね。そもそもスポーツメーカーだってくるぶしソックス出してるし、スポーツ選手だってくるぶしソックス履いてるんですよ。プロのアスリートですらもくるぶしを露出して運動しているのに、なぜ普通に中学校生活を送る上でそこまでくるぶしをもう過剰に守り通そうとするのかも意味がわかんない。くるぶしって何、なんかもう死ぬスイッチかなんかなのっていうぐらいね、くるぶしソックス禁止ってもう私10年以上言ってるんだけど全然なくならないですね、その決まり。本当にもう一つくだらない決まりといえば、教科書やノートは持ち帰らないといけないっていう決まりがあるんですよ。置いていっていいって決められてるものもあるんですけど、基本的に教科書とかノートは全部持ち帰ってその次の日また持ってくるみたいな決まりがあるんですね。そんなんやってたらだって荷物めちゃめちゃ増えるし、めちゃめちゃ重くなるじゃないですか。で部活の道具もありますとかってなったらね、ある民間の会社が調べたところによると、ランドセルも入れた荷物の重さって平均で6キロで、中には10キロ以上になる子もいるらしいんですよ。中学生だともっと重くなるんですよ、それは。でそれをもう毎日書で投稿してまたカバンに詰めて下校するわけですよね。あまりにもかわいそうだし無意味だし、子どもの発育にも悪いんじゃないかなと思って、私はね毎年毎年職員会議で、あの荷物の持ち帰りって本当に子どもにとって負担だから、できるだけ減らしてあげませんかってずっと提案してたんですよ。でもねそれも通ったことないんですよ。でその度に言われるのが、教科書は持ち帰るものでしょとか、教科書を置いていったら勉強しなくなるじゃんって言われるんですよ。いやじゃあ聞くけど、あなたは家庭学習するときそんなに教科書使ってましたかって。まあそういう人もいると思うんですよね、教科書大切に使いましょうみたいなね。でも勉強する人って教科書じゃなくて塾の勉強とか自分で買ったワークとかを使って勉強してませんか。今だったらタブレット一つあれば勉強もできますよね。なのでそこまで教科書に重きを置いて勉強してる人っていないと思うんですよ、そんなに。でもうそういう人は持ち帰ればいいんですけどね、そうじゃない人も大多数いるわけですよ。であとね、勉強しない子は無理やり持ち帰らせても学校に置いといても勉強しないですよ、どっちにしても。というか多分こっそり学校に置いてってますよ全部。だから勉強する子は毎日辛い思いして持ち帰ってるんだけど、結局家では全然違うものを使って勉強している。勉強しない子はこっそり置いていくか、もしくは持ち帰ってもそのまま置いておいて何も勉強しないっていう、本当に無意味なことをずっとやってるわけですよね。毎日クソ重たいね荷物を持ち帰らせてまた持ってこさせるっていう無意味なことを学校は何十年も強行してきたわけですよ。でこういうような話をしても、変わった学校っていうのは私が勤務して10年以上の間に一つもなかった。そしてついにですよ、2018年の9月にね、文科省がね通知を出したんですよ、各学校に。なんて出したと思います？教科書とか置いてってもいいじゃんって出したんですよ、通知を。もうね、今まで絶対持って帰らせなきゃダメだなんて言ってた人たちがどんな顔してその通知を見たか、ぜひねその面を拝んでやりたいというところだったんですけどね。残念ながら私はその時にはもう退職してたのでそれは叶わなかったんですけど、まあそんな感じなんですよ。まあマスクの話からちょっとそれてしまったんですけど、本当学校は一時が万事そんな感じなので、変な決まりでも何でも守ろうとする人、守ることが目的になっちゃってる人いる
るんですよ。でもちろんね、そうじゃない人もいっぱいいる。もう本当に一生懸命子供のために日夜ね時間を使って教育活動に励んでいる先生もたくさんいますよ。そういう人たちは私もめちゃめちゃ応援してるし、本当に頑張ってるな、ありがとうと思います。でもそうじゃない人たちもいるんですよ。本当にね、決まりってどんどん変えていっていいんですよ。変わっていかなきゃいけない。もう世の中の決まりとかルールってここ数年でできたものですら、もう今本当は通用しないとか古くなってるものって多いですよね。だから学校でもそれは同じなんですよ。マスクに限らず本当にね、ぜひ柔軟に対応していってほしいなと思います。そうしないと本当に学校がもうこの激動の時代から取り残されてしまう。またね、そうならないためにぜひ先生方にね、柔軟な対応をお願いしたいなと思います。そして保護者の皆さんはもし変だなと思ったら声を上げていいと思います。はい、ということで今日は、こんな感じで動画をお送りしました。このチャンネルでは私、元中学校教師の杉山先生が好きを仕事に自分らしく生きるというテーマで動画をお送りしています。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、それからコメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ではまた。